ばんは、子犬です。寝る前の本紹介、イエーイ。4回目かな。今回ご紹介する本はこちらにもう置いてあるんですけど、まず赤毛のアンシリーズです。今のところ私はこのアンの夢の家、これはシリーズ6作目になるんですけど、ここまで読みました。3ヶ月ぐらいかかってやっと読んだっていう感じなんですけど、赤毛のアンシリーズは本当にもうなんだろうな、いいところだけじゃなくて、その人の悪いところそういうのもすごくリアルに描かれているので、とても楽しく読めるし、なんか世界にはいろんな人がいるんだなって思って、とても読んでて楽しかったんですけど、私が一番この中で、まだねシリーズは続いてていっぱいあるんですけど、この中で私が一番好きだったのはやっぱりこちら赤毛のアン。これは外せなくて、あとね、アンの青春もとっても好きでした。私はこのシリーズ1作目と2作目が一番好きでした。後のも良かったんですけどね、結構だんだんね、ひねくれてる人が結構出てくるかな。でもね、アンの夢の家もとても良かったです。アンとギルバートが結婚して、その新居に移って、その新居が夢の家っていうんですけど、そこでの生活の話なんだけど、レスリーっていうすごく美人なんだけど結構不幸な女性の方が出てくるんですね。この人をね、私はもう幸せになってほしいってもうずっと応援してて、私的に夢の家のハイライトはレスリーだったかなっていう感じがしますが、アンのお家は結構こじんまりとしているんですけど、近くに小川が流れてたり、木がたくさん植わってたり、私もねアンと一緒で大きくなくてよくてちっちゃくていいから、そのこう夢の詰まったね、自然いっぱいこう夢の詰まったお家に住みたいアンの家はとっても憧れのお家。赤毛のアンは結構アンがおてんば時代の話なので、全編読んでてとても面白くて、青春、私これが一番好きかな。で、青春はミス・ラベンダーっていうとても可愛らしい、オールドミス独身の女性が出てくるんですけど、その人が山彦荘っていうとっても素敵なお家に住んでて、なんかすごく読んでてワクワクするんです。あとはね、ヘスター・グレイのお庭っていう、もう本当にこう想像するだけで可愛らしいお庭が出てきたりとか、ピクニックの話もあったりとか、可愛いものがギュッと詰め込まれてるなって感じたのがアンの青春ですね。愛情はアンの大学生時代のお話なんですけど、これにもねパティの家っていうとっても可愛いお家が出てくるんです。そこでお友達みんなでこう暮らすんですけどね、可愛いギルバートともね、どうなるかどうならないかっていうアンの友達、こちらはアンはあまりというかほぼ出てこなくて、知らない人たちのお話なんですが、これもね結構心温まるお話もあったり良かったです。アンの幸福は、アンが学校の高校かなの校長先生時代のお話で、ギルバートとかマリラとか出てくるは出てくるんですけど、セリフがないのでちょっとこうまた変わった空気のある一冊でした。結局アンシリーズはどれも面白かったんですけれども、こんな感じで6冊読んでみました。7冊目も時間を空けて読んでみたいなって思ってます。それで今回こちら、阿佐ヶ谷姉妹ののほほん二人暮らし、40代独身女芸人の地味面白い同居生活。これねとっても良かったちょっとほろっとするお話もあったり、くすっと笑えたり、なんかこんな感じでのんびり暮らしたいなーなんて思える、マイペースでいいんだなって思えるようなそんな本でした。とってもおすすめです。それからね、全然関係ないんですけど、これ私の親戚のおばさんが作ってくれた手作りマスクなんですよ。和柄のうさちゃんとか、かわいいお花柄とかいただいてとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。おやすみなさーい。